皆さん、こんにちは。スバシロスです。先日僕は、警察官に、電話で呼ばれて、警察署の方へ行ってまいりました。というのもですね、僕が、YouTube で下品な歌を作りまくっているとか、あとは公園とか外で、公然わいせつ的なことをして捕まったというわけではなくですね、先日仕事中に、まあ、とある犯罪的な行為に巻き込まれてしまって、で、それの、参考人って言うんですけど、まあ、その犯罪行為の被害に遭った方というか、僕がその対応をしていた相手なので、その僕がその犯行の様子とか、そのやりとりとかをしたので、一番その情報を持っているということ、詳しい情報を持っているということで、僕がその、まあ、いろいろその現場のその状況説明だったり、あとはその犯罪行為した場所をこう指さして、撮影、カメラでパシャパシャっとたくさん写真を撮られたりとか、まあそういうことをいろいろやって、時間を取られました。で、その警察署に呼ばれたのは、なんか調書を取らなきゃいけないということで、そのちょっと難しくてよくわからないんですけど、供述調書といって、まあそれを じっくりとまた説明すると、その時の状況とか、細かくですね。それで僕がそういう説明をしたことを、なんか書類というか、ちゃんと紙にまとめるという、まあ原稿として、作らなきゃいけないということで、僕がその、詳しく、それ警察署に出向いて説明をしたという流れでございます。初めて、その警察署の奥の奥へ入ってですね、いわゆるドラマとかで出てくる取調室みたいな、ザ取調室みたいなところに入ってですね、それで、いろいろと質問をされたり、その事件の流れを最初から最後まで詳しく、思い出しながら説明をしなきゃいけない感じですね。さすがに、実際に事件があった日から、一週間以上経ってたので、僕もそのちょっと忘れかけてたので、その細かいやりとりとか忘れかけてたので、その防犯カメラの映像を、自分でスマホで、撮って、直撮りして、それをな、見ながら、思い出す、見ながらというか、その一度思い出してから、警察署に行って、説明して、頑張って説明してきました。で、当初は、1時間半とか2時間ぐらいで終わるというふうに聞いてたんですけど、実際に行ったら、4時間以上拘束されてしまいまして、いや、想像以上に疲れました。はい、それだけの話でございます。まあ、仕事柄というか、僕、まあ、同じ場所に10年以上勤めてるんですけど、今までも、まあ、そんなに多くはないんですけど、いろいろと、まあ、危険っていうことでもないんですけど、まあ、とにかく、ちょっと警察呼んだ方がいいかなとか、あ、これ呼んだ方がいいやつだ、みたいな状況に巻き込まれることが何回かあってですね。まあ、そんな場所も、あと3ヶ月ほどで、辞めさせていただくんですけど、まあ、これも一つの社会勉強かなと、世の中の闇とか、社会の闇を、まあ、10年通して、いろいろ見てきたなと、味わってきたなと、まあ、そんな中で、僕自身もね、警察に 自分の、まあ、個人情報を教えなきゃいけなかったり、まあ、自分でこう名乗ったりしなきゃいけないので、自分もその個人情報を教えたり、なんか手形というか指紋みたいなのも取らされたりとかした経験があるので、まあ、僕自身は本当に、これから先悪いこと何一つできないなと、まあ、一生ホワイトでいないと すぐに身元が割れるなという感じで、気の引き締まる思いで、その時は、はい、一日過ごしておりました。はい、そんな感じでございます。なんか、すいません、こんな改まった格好で。というわけでですね、これからも僕は、上品で、純粋で、何一つやましいことのない、
動画作りをこれからも心がけていきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。以上です。スワシワスでした。